ただいている薬がですね、このどでかいこのカプセル、ね、グッチのご飯の方にね混ぜれば特に問題なく気づかずにパクパクっと食べてくれるんですけれども、あの一応ねチュールで、お薬をあげることもあのできます。一瞬で瞬殺大きい錠剤なので、あのどうやって飲んでるんですかってあのコメントいただいたりもしたのでね、まあ、お食事であの普段はいいんですけれども、よいしょ、一応こうやってあのチュールで飲ませることもありますので、ちょっとねあのご紹介がてら食べとるなあ、今ちょっと噛んだね、あ噛んじゃうとダメだね、時折失敗があります。そして最後アタラックス、こちら1錠ね、これはねもう本当全然問題ないですね、はい、あ残っちゃった、あ、はい、以上でした。皆さんこんにちは、いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。モアナの歯磨きシーンを、ね、見ていただきたいと思います。これもなかなかいいじゃん、このあたりでね飲み込んでしまうと怖いかなっていう感じ。ちょっと時間かかってるね、グリニーズ1本あげるよりも時間かかってる。いいね、噛んでる噛んでる、よく噛んでる噛んでる、反対側を燃えちゃう、そうこっちを使ってほしいね。モアナはいつもね右を使わないのね、こっち左ばっかり使うから。改めてね、その歯周病が色のついた鼻水が出ている原因となっている可能性もゼロではないので、モアナの場合はね迎え入れた時から歯磨きを多分ねしたことはなかったんですね。その時から歯は正直言うと汚れていたの でおまけに歯磨きをもう全くさせてくれなかったので、なかなかねやっぱり時間かかって、デンタルケアっていうね歯のケアに関しては本当全然足りてなくて、いろんなことがあのちょっとねきちんとできてないので、あとやっぱり硬いクッキー、今ドットワンの納豆クッキー腸活っていう目的でやっているんですけれども、1日にだいたい2個かな今あげてるんですね。でこちらの硬いクッキーに関しても続けていかなくちゃなって思いながら、あの歯磨きガムとしてグリニーズをねずっと使ってはいたんですけれども、モアナに合うものをいくつか新たに取り入れてみたいなと思ってますね。毎日の歯磨きとでそのおやつに、これ1日1本いいかもしれないね。まだもうちょっとねいろいろ試したい商品がまだ他にもいろいろあったんですね。エブリデントさんのこれ固めのこのロープ、これいいかもしれない。モアナには不向きなんですけれど、お口の中に指を入れるという習慣はやっぱりこれからのためにね何でも使えるようにした方がいいなと思って、ちゃーい、いくよ、ここ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 、はいはいはい、あ、でもいい感じ、はい、賢いね、よしよし、これいいかもしれないね、よしよしよし、お、ここ綺麗だね。360度歯ブラシ、ね、この360度歯ブラシ使ってるよ、これあのいいですよってあの教えてくださった方がいらっしゃったのではい、ではこれで噛んでるんですけどね、噛んでるところでこうやって回したら、これはこれでやっぱりほらすごい正しい理想的な歯磨きがねやっぱりできなくても、あの少なくともいろんなアイテムを使っていろんな方向からいろんな角度から攻めると少しずつ綺麗にはなってると思いますね。隙間に入って、そうそうそう、歯の隙間に入ってこれいいかもしれない、ね、この柄が長いやつでもちょっと気をつけないといけないですね、グッとこう奥に喉の奥に入らないようにね、はい、こちらはもうねおなじみのドットワンのしっかり噛める硬さが自慢ですっていうね、ほんと結構しっかり硬いんですけど、腸活しながらね一石二鳥のクッキーですよ、はい、おーて、いやいやいや違う違う、いくよ、はい、おーて、いやいや違う違う、もーちゃんおーて、はい、おかわり、はい、伏せ、よいしょ、はい、はい、これ自分でね食べてください、よいしょ、というわけで、本日の
歯磨きシーンはいかがだったでしょうか。なかなか、あ、もうちょっと大丈夫。なかなか、スムーズにスマートな形ではなかったんですけれども、あのとにかく頑張ってできるだけいろんな方向からちょっと攻めていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、ちょっと痛い痛い。